先日森山監督の就任会見が行われまして、うん、森山監督が自ら資料を、まあ、こういうメディアの人向けに用意して決意を語ってた。え、普通ってそういう会見なのかなってとこからまず驚きがあった。あれだね、薪のスタイルだね。あ、薪のスタイル確かに同じ厚さを感じますよね、確かに、はい、っていうわけで会見があって、今日はですね、この森山監督の決意だったりサッカーっていうのがね、どう思ったかっていうのをちょっとね、語っていこうと思いまして、ちょっと僕もね、事前にちょっとコピーさせてもらいまして、おー、はい、ちょっとコピー見ながら語り合っていこうということですけども、はい、まずその決意ですよね、決意。決意と自分のサッカー感のなんかこの二つを語ったんですね。その決意に関しては、まずはそのベガルタっていうものを宮城仙台に必要とされ、愛され応援されるクラブに、言葉で一個言ってましたけど、なんかこう当たり前だけどなかなかこれを口にして言うのってなんか嬉しくないですか、仙台の人からすると。そうですよね。まずはなんかそのね、里を好きになろうみたいな、もともと J リーグって地域のつながりを大事にするのがテーマにあるじゃないですか、うん、まあ、しかも今シーズンね、まあ、16位っていう結果に終わりまして、わかんない、ファンが離れてくるかわかんないけど、なんか信頼みたいなところがちょっと離れかけそうなところがあるんで、それを森山監督でまたさらにこうグッとね、つなぎ止めてほしいというか、むしろもっと引き寄せてほしいなっていうところがありますけども、二つ目はあれですね、ベガルタグローンを増やそうみたいなことですよね。もうそのホームグローン制度みたいなのがあるんですよね。その地元にどれだけ貢献してるか、何年在籍してるかとか、そのユース育ちの選手が何人いるかみたいなとか、なんかそういう選手をもうちょっと増やしていこうみたいなところを言ってましたね。そしてまあ三つ目はその本来いるべき場所に戻るっていうね、 J1 っていうことをね、決意として語っておりましたけれども。なるほど。あとあれなんですよ、もっとアンダー世代というか日本代表をやっていきたいのかなって思ってたんですけど、だけど違ったんですよね、うん、このアンダー17でこういろいろそのいろいろ認められ始めてるのは感じてたんだけども、この環境にいたら自分が成長できないっていうことも言ってた。なんかその常日頃選手には迷ったら成長できる方か難しい方を選べって言ってる自分が、なんかその今甘い環境にこのままいたらなってしまうっていう危機感を覚えて、ワールドカップの前にはもう決意してたんですよね。夏ぐらいにはもうなんか辞めますって言って、なんか確か JA のクラブ 2,3 個ぐらいにもうなんか自分から監督やらせてくださいみたいな、売り込んでった、そう売り込んでった感じらしいっすよね。それがまず驚きだった。なんか日本代表の中でステップアップしていくのかなと思ったけど、しかもあれですよね、首都圏のなんかチームに行くんじゃなくて、首都圏のチームに向かっていくチームでやるのが僕は合ってるって言ってたのね。いいよな、好きだこれ好きなんですよ僕も。なんかサッカーゲームとかでも最初から強いチーム使いたくないですよね。弱いチームからやってってちょっとずつ強くしていくのがやっぱ楽しいですもんね。あー、いいっすね。僕はもうだから1番クリアです、この愛されるっていうところ。おまあ2番3番ね、あ、まあね、追加がかかるね、それこれは時間がかかりますよね、うん、でもそれこそアカデミーっていうかホームグラウンの選手を増やすって言ってましたけど、結構もう会見でもユースの子たちをもっと見て、うん、いい選手はもっともっと積極的にトップチームの練習に参加させてみたいな、はいはいはい、あれですね、未来の高萩選手みたいなのが出るだけじゃなくて活躍できるようなね、選手が育ってくれたらいいですよね。そうですね。でまた J1 昇格ね、まあ、これはね、なんかまあそれ早ければ早い方がいいんですけども、ただね、急ぎすぎて準備不足であんまり意味なく降格みたいなのは避けたいです、ね、あの横浜FC みたいな、ね、そうなんです、せっかく上がったのに。まあそういうことですね。まあ今年は J1 正直なところなんか行けりゃいいんですけど、行ければいいけど、でもなんかプレーオフ圏内でせめて戦い続けて、よしこれで来年はいけるなみたいな、そういう形を作れたらもういいんじゃないかなって思うけどね、なんか。はいはいはい、欲を言えばやりたい形がしっかりできてって一歩及ばないのかいけるのか、うんうんうん、そういう感じになっててほしいですね。そうっすね。そう、確かに一歩及ばず、そうね、形がで、それいい、それですね、僕たちはそれを求めます。はい、そうっす。で、その、そう、そう、どんなサッカーをしていくのかっていうところも会見で語ってたわけですけども、そうですね、これもあれですね、三本柱立てて喋ってたんですけども、まあ一つ目が選手の個性を伸ばして生かし、はい、選手が躍動するフットボール。で、二つ目がアグレッシブに仕掛けてボールをゴールを勝利を刈り取る。うん、で、三つ目が走る戦うベースを上げ粘り強く勝ち点をもぎ取っていく。じゃあちょっとあれかな、攻撃的なのかな。
ね、なんかそんな気がしますね、結構ね。うん。もうこれ文言だけで面白そうじゃない。いや、面白い。だって去年これを求めてたと思うんですよ、全部。サポーター。あ、確かに。僕ら含めサポーターも。はい。選手の個性伸ばして生かしてっていうのは、これ多分もう森山さんのお箱でしょうから。ああ、そうですね。ここはもう100あるうちの70ぐらい期待してるんですか？7、8割ぐらい期待してる部分な気がする。で、このアグレッシブに仕掛けて、ボールゴール勝利を刈り取るっていうね。これね、あれでしょ、モックみたいな選手とか、ゴーケ選手みたいなのがもっと増えるっていうことで。ああ、そうですよね。それもね、求めてました。あと3つ目あれか。ここがなんか基礎みたいなとこですね。走る、戦うのベースを上げるっていうところ。なんかあれだな。僕が求めていた監督来たなって気がする。あんま別に癖があるわけじゃないですよね。伊藤監督って難しいですよね、なんかちょっと。ああ、確かに。とかなんか渡辺進監督とかもなんか最新のサッカーのトレンドを取り入れたり、自分の中のサッカースタイルがあるけども、つまりどういうことっていう。そうだよね、サッカー通じゃないと分かんないかもしれないみたいな。今日0対0だったけど、コアなサポーターはなんかテンション高いけど、分かんない人にとっては0対0か、なんかつまんないなみたいなのだけれども、森山監督のはなんか、あ、今日ゼロゼロだけど戦ってたね選手たちみたいなとか、はいはいはい、すげえ攻撃シュートいっぱい打ってたとか、なんか分かりやすい、そもそものサッカーの楽しさみたいなところを、なんか森山さんも言ってたけど、ファンの心を動かすサッカーっていうのが多分ね、見れるんじゃないかなっていうね気がしますけど。これさ、ちなみにさ、ベガサポさん、うん、あの子さんというかさ、昔から見てる人、この動画も見てくれてると思うんですけど、何人かね、うん、はいはいはい、これ実際このクラブにさ、戦い方って根付いてるじゃないですか、うん、あ、もし変わったら嫌なもんじゃないのかな。あ、どうなんですかね。でもなんかベガルタってどういうチームだったんだろうってなりますね、なんかね。仙台はでも堅守速攻みたいなのがスタイルなのかな。カウンターとか多いですよね、なんかどっちかっていうと。謙虚なイメージだよ。なんかさ、数字10あってさ、7-3ぐらいで7守備みたいになりそうだよね。うん、あの、そんな感じですよね、やっぱね。でもそのサッカーでいいぞってどうなんだろうね。難しいね。それが好きな人もいるのかな。あ、そうか。まあまあね、何が好きかにもよるよね。よりますね。仙台背負って頑張ってるのがいいっていう人もいれば。ああ、でもそこが大きそうですよね。仙台、ね、ベガラサポはなんかやっぱりこの仙台を、うんうん、まあ震災もありましたけど、そこもあるし、地元愛がまあ強いですから、まあ仙台を代表して戦ってるんだぞっていう姿勢を、その90分ピッチの中どう表現するんですかっていうのがあるかもしれないですね、確かにね。だからその戦術が変わっていく、守備のスタイルから攻撃のスタイルに変わっていくことに関しては、あんまり抵抗なさそうな気はなんか僕はしますけどね。それよりも熱がある人、テグさんはやっぱりそうですね、すごいんだろうな。うん、津波さんも面白かったでしょうけどね。まあ確かに面白おじさんみたいな感じですけど、ちょっとタレントすぎました。タレントでは強かったですね。でもかといってテグさんってどんなサッカーだったのって言われるとね、どんな、まあ、あの頃正直理解できなかったのかもしれないけど、サイド攻撃センターリングとか。あ、でもそれが多いです。そういう感じじゃない。両サイドバックがめっちゃ上がってくるみたいな感じですね。サイド攻撃か。なので24シーズン森山監督になってどんなサッカーが見れるのかっていう。で、間違いなくなんかそのサポーターとも選手とも距離近くて、間違いなく毎試合熱い試合を見せてくれるんじゃないかなっていう期待はね、もうこの時点で高まっております。はい、早く見たいね。ちょっとあれだな。去年も言ってたな。まあ去年よりもなんか、なんだろう。でも去年って正直なんかその昇格するぞみたいな熱の方が強すぎて。ああ、確かになんかね、ギリギリまでもしかしたらプレイオフ入れるかもみたいな。とか。で、8位とかだったね。で、なんかその期待を込めて、今年こそ昇格だみたいなので、補強も積極的にしてやったけど、その昇格するぞっていうところのしか楽しみがなかったというか、サッカーの内容というよりもなんか勝ち重視みたいな。はいはいはい。でもなんか来シーズン森山体制は、なんかいろいろ楽しみがいっぱいあります。地域にどう貢献する動きをなんか森山さんがやるのかなとか、そもそも森山さんってどんな人なのかなとか、どんな風に選手育成していくんだろうなとか。そうだよね。選手の起用法とかもね、ちょっと気になるよね。なんかね、楽しみが多いよ、今年は。だからね、番組取り上げることたくさんあってね、大変ですよ。ああ、そうですね。だからね、楽しみでしかありません。でも選手がね、まだそんな更新してないし。じらすよね、じらすね。それも楽しむのかな。今年じらすよね。それもエンターテインメントの一つなのか。っていうのと、あとはまあ移籍もちらほら動いてきてますので、はい、どんな選手を新規で獲得していくのかっていうとこも含めて注目していきましょう。というわけで、この辺で失礼いたします。さようなら。はい、さようなら。